5月26日、名古屋市中区の名古屋都市センターで、名古屋水道下水道連続シンポジウム第1回地震に強い水道下水道を考えようを開催しました。およそ80人の市民が参加したこのシンポジウム、第1部の基調講演では南海トラフ地震への備えと課題をテーマに、名古屋大学減災連携研究センターで水道を専門に災害対策の研究を行っている平山長久准教授に講師を務めていただきました。1月に発生した能登半島地震による被害、水道事業体の現状などを踏まえ、南海トラフ地震が起こっても強い水道とするために上下水道局だけではなく市民も一緒に考えていく必要があるとのお話をいただきました。リソースが全然足りない、社会の対応力っていう観点からはどう考えたらいいんだろうか、南海トラフの時って社会の対応力はどうなんだろうか、そういったことをしっかり考えていくっていう観点では、今回能登半島地震での課題といったものがあるんではないかなとは思います。もっと水道文明とか水道文化といったことを考えないといけない。それは結局何かというと、上下水道局さん頑張ってくださいではなく、やっぱり自分たちでしっかり頑張ろうよ。続いて能登半島被災地にて応援活動に従事した職員、名古屋市上下水道局水道計画課長と保全課長よりそれぞれ水道下水道に関して報告を行いました。地震による被害調査や被害状況から行った復旧作業とその方法、また今回初の試みとして行った支援などについて話しました。第2部は第1部の内容を踏まえたパネルディスカッション、進行を務めていただいたのは岐阜大学で地域づくりについて研究をされている名古屋都市センター特任アドバイザーの加藤義人さん。議題は名古屋の災害対策です。この地域であればやっぱり名古屋が一番頑張っていると言いますか、進んでいるような状況です。とはいえ限界があって、やっぱりできないことはやっぱりできないんです。蛇口ひねると水が出ますが、それもポンプで送ってるんですね。ポンプは何かっていうと電気料金、電気なんです。そういったものが全て上がっている状況からすると、耐震化をどんどん進めていかなければならないですが、無尽蔵にやっていけるということでもないのかなっていう。被災した時にもですね、職員の方も被災者になりますので、やはり緊急時っていうのは非常に対応ができるのかどうかっていう部分のところは非常に問題かなと。この先災害対策を進めていくために大事なこと、不足していることについて意見交換を行い、市民に対してはもっと名古屋の上下水道のことを知る姿勢を持つ必要があるとまとめました。我々はもう少し名古屋の上下水道のことを知る姿勢を持つ必要があると思いますので、皆様が名古屋市の上下水道文化を醸成する先頭ランナーになっていただけると大変ありがたいと。シンポジウムに参加された方は、今まであんまりこうきちんと考えたことなかったんですけど、これからのことを考えるいいきっかけになりました。命をこう守る水というのが大切な事業なので、どこの自治体もですね、しっかりと整備をしていただかなきゃいけないのかなと。8月10日、みんなに優しい水を考えようをテーマに第2回を開催します。詳しくは名古屋市上下水道局公式ウェブサイトをご確認ください。